10個食べてました。いや、5個かもしれない。いいこと言ってよ。いい子じゃないよ。5時間ちょっと、バス？いつも遅刻しちゃうの。いつもだっけ？ぼーっとしてんの。夜はね、全然寝ないし。寝ないよって言って人の感じで眠くなるとさっさと帰っちゃうの。テレビ の、 あのちょっとした番組でゴルフをやってる後ろのところでキャーって騒ぐところがあったんですが、それであのちょっと打ってみて才能があるかなと思ったんで始めました。あの昔はよくあの寝る前に本なんか読んでたね。結構そう内容とか出てきたんですけど、最近はあんまり出てこなくて真剣になっちゃう。どうしよう。刺激的なゼロみたいな。でも今のどっちかっていうと刺激的なのよりも安らぎ、何を求めているので、なんとなくゆっくり中身を知って、この人いいなっていうふうにして、どん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 好きになって、そういう恋愛がしたいです。怖いとか、ツンとしてるとか、気取ってるとか、大体そういうふうに一連では見られるんですけど、実際は結構、とろいっていうかボケボケしてるんで、テンポがずれるというか、だからどっちかっていうとぼーっとしてるっていうか、気は強いんですけど、やっぱりまず素敵な人が現れること、すると、体が柔らかくなること、体がめちゃくちゃ硬いんで、あの日常生活を不自由してるんですけど、それで体が柔らかくなると、思い浮かばないで